全く足元には気をつけるように言ったのにあなたって怖ごめんなさいごめんなさい私ってばお姉様になんてことを、うん、リリー落ち着きなさい水に濡れただけでそんな大げさよ落ち着けないですよ私のせいでお姉様はびしょ濡れになってしまったんですから 吹きますからじっとしていてくださいあのねリリーいくらなんでもハンカチでは拭き取れないと思うわよはあこんなに濡れてしまって、はあ、聞こえてないわねはあお姉さまの綺麗なお顔と髪が。 リリは真剣に拭いてくれているけどくくすぐったいわねあ,あもうそれくらいで大丈夫だからダメですちゃんと拭かないとお姉様が風邪をひいてしまいます <laughs> この程度濡れただけでは ななんて引かないわいいえ万が一のことも考えないとリ,リリリちょっと近いわよリリの髪が鼻をくすぐってクシュ 私のせいでお姉様が風邪をひいちゃいましたい,やいいえ違うの今のは鼻がムズムズしただけで <laughs> 早く拭かないとお姉様の風邪がもっとひどくなって <laughs> <laughs> 今度はどうしたのリリー もうビショビショになっちゃいましたこれ以上拭けそうにないですだからそう言ったでしょう急いでタオルを持ってこないとリリ私の話を聞きなさいははいリリ私なら大丈夫よさっきは鼻がムズムズしただけなのこれくらいでは風邪なんてひかないから 安心してでも私のせいで、はあ、そうねリリのせいね、はあ、本当にすみませんだから罰として温かいお茶の用意をお願いできるかしら、はあ、お茶私は服を着替えてくるから それまでに美味しいのを用意しておいてほしいのあ、わ <laughs> かりました私にお任せください <laughs> それじゃ部屋まで手を貸してちょうだいあは,はいおつかまりくださいお姉さま早く行きましょう 私お姉様のためにおいしいお茶を作りますリリー落ち着きなさいまずは服を着替えないとわあそうでしたでしたら私がお着替えもお手伝いします <laughs> それは結構よ